大先輩です。そして35年歌唱賞40年やわらで、大賞をお取りになりました美空ひばりさん、これからこの3人を大いに頑張ってほしいと人生一郎お歌いになります。どう決めたら二度とは会えぬ、これが自分の生きる道、泣くな迷うな、苦しみ